どうも、ズーマです。この配信は耳で楽しむバトルワーコンセプトにお届けしております。皆さん、今日も一日お疲れ様です。今日は金曜日ですね。やっと1週間が終わったっていう感じなのではないでしょうか。また明日から休みなんでね、ぜひリフレッシュしてください。で、今回は、初手はサーカスに降りてます。あんまりね、僕はサーカスに降りることはないんですけど、味方がね、サーカスに降りたいと。ピンを刺してくれたのでサーカスに降りました。で、今サーカスのサーカス内っていうんですか、これはパラシ、なんていうんだろう、ここの一番上に降りてね、物資を漁ってるところです。ちょっと味方と被ってますが、まあ気にせず漁っていきましょう。あ、ここでスノーボードも手に入れてね、スノーボードが序盤で手に入るとだいぶその後もいい感じに進められるんでね、スノボは最初のうちに見つけておきたいですよね。やっぱ移動がね、めんどくさいじゃないですか。走ってったら。遠いし。なんで、スノボは絶対に必要だと思います。さあ、ベストもゲットして。で、結構ロケットの弾って忘れられがちだと思うんですよ。例えば赤色の箱を開けた時とか。ボムとかは取ったりすると思うんですけど、ロケットの弾って取る方は少ないんじゃないかなと思います。けど一応取っとくと、たまに使える時があるというか、その戦車が来た時に、ね、終盤で FHJ を持とうと思った時にね、その弾がなかったら壊しきれないとかもあると思うので、念のため取っておくとかっていうのも大切だと思います。まあ僕自身たまに忘れることもあります。まさにさっき取り忘れたんですが、一応拾った方がいいなと思ってます。で、ここでビゾンと今 AK117 の青色を使っております。ビゾンは緑色です。で、拡張モッドなんですけど、今つけてるモッドがどちらとも拡張モッドなんですけど、なんかビゾンとかって弾数あるじゃないですか。なんかそういうのはあんまり拡張モッドつけてもなって感じなので、他のモッドを探したいところですね。さて、結構漁ったけど、そんなにめちゃくちゃいい物資っていうのは落ちてない。というか、サーカスってちょっと漁りにくいんですよね。なんか、いろんなとこに散らばってるじゃないですか。うん、テントの中だったりとか。ちょっと漁りにくいなっていうイメージはありますね。ここで足跡が聞こえます。ホットさんですね。ホットさん倒して。何か皆さんが最近使ってるおすすめの武器とかってありますか？なんか、シーズンが変わって、僕は結局、また一周回って AK47 が強いなと感じている頃なんですけども、皆さんは何の武器をメインに使ってますかね。また、AK47 か M4LMG かな、やっぱり強いのは。M4LMG は相変わらず強いです。おっと、ここでバイクがサーカスに来ました。止まりましたね。ここはやりましょう。で、相手はスモークボーマーだったんですけど、スモークボーマーを発動される前に倒すことができました。一人で来たんですかね。多分味方いるはずなんですけど、一人で突っ込んできましたね。じゃあね、ここでアドレナリンを打って回復しましょう。あ、もう一人。これもボットかな。倒しました。でね、アドレナリン打ったところが削られたんでね、今日もうメディックを使ってて、削られた分はメディックで回復してます。で、昨日、新しいマイクを買ったんですよ。ブルーイエティでしたっけ？ブルーイエティっていう結構有名なマイクを昨日ポチったので、まだ届いてないんですよね。で、今日、それで、収録しようかなって迷ってたんですけど、結局まだ届いてないので、なんで今日は従来のものでやってます。なので明日から、今日届けば、明日からはちょっとマイクが変わるのではないかと思ってます。どれぐらい音質違うんやろうなぁと思ってるんですけど、そんなにね、変わるんかなっていう、ちょっと半信半疑な部分もあるんですけど、ちょっと届いたらそれで収録してみたいと思います。やっぱりね、こういうラジオとか、こういう配信とかって、声の聞こえ方だったりとか、音質とかってめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。なんで、そこはね、マイクには惜しまなくていいんじゃないかなと
僕は考えております。やっぱりね、より良いものを皆さんにお届けしたいと思いますので、そこはちょっとケチらずに、ちょっといいやつを買いました。なんで、また明日の配信をお楽しみにということで。味方が、ボットかな？いや、プレイヤーかな？あれ、プレイヤーを倒してますね。で、今回のチームなんですけど、まあ、ノラスクで、そんなに、なんて言うやろ、協調性があったかと言われれば、普通ですかね。レベル10まであったとしたら、今日は5ぐらいですね。協調性レベル5です。たまに協力し、けど基本はそこまでっていう感じですね。3番さんが結構一人で、あっちこっち行ってる感じで、今もう一人だけちょっと離れたところにいるんですけど、まあそのサーカスを指示した人も3番さんなんですけど、ちょっと3番さんが一人行動になっちゃってるので、まあそこを追いかけつつ、僕らは今、サーカスから高級住宅に移動して、さらに高級住宅からそこの近くのアップグレードら辺まで、って言ったらわかりますかね。高級住宅近くのアップグレードまで来てるんですけど、3番さんは多分これ、どこやろ、ファームら辺かな、までちょっと違うところまで行っちゃってます。で、今、キャンプかな？キャンプ場に来てて、そこのキャンプ場にエアドロップが落ちたので、エアドロップを取りに行きます。さあ、エアドロップを取って AK47 を使います。で、AK47 には今拡張モッドがついてますね。僕の AK47 のカスタムは拡張モッドよりかもスタビライザーモッドの方が強いんですけど、スタビライザーモッドを探したい。で、後から見て思ったんですけど、スタビライザーモッドがエアドロップにあったっていうね、しかも金色のやつ、完全に見落としてました。まあそういう時もありますよね。なんかエアドロップ拾う時って周りに敵来そうなんで、結構パニックに落ちるというか、正常でいられないんですよね。早くしないとみたいな、早く漁らないとって思っちゃって、結構見落とすことがあります。特にやっぱりガンスミスを拾うことに必死になっちゃって、そのエアドロップ内に入ってる物資とかっていうのを取り忘れちゃうんですよね。ましてや元とかってあんま見ないんですよね。なんでそれで取り忘れました。で、3番さんがこのエアドロップを求めて戻ってきましたね。で、2番さんがまだ今高級住宅にいる感じで、他の4番さんも今キャンプのエアドロップら辺に来てます。ちなみに僕は1番です。で、やっぱり最近相変わらず思うのがセカンド武器が迷いますね。やっぱりフェネックがいっぱいいるじゃないですか。なんか僕変な、なんて言うんだろう、変な意地でもないけど、その、みんながフェネックを使ってたらあんまり使いたいと思わないんですよね。どっちかというとフェネックじゃないので倒したいなと思ってしまう。なので、今、セカンド武器が今迷ってますね。固定がない。で、エアドロップのバリエーションも最近ちょっと飽きてきちゃって、何を使おうかなって迷ってますね。そろそろやっぱスナイパーを使ったりとかしたいんですけど、あんまりなんかしっくりこないというか。とはいえ、SMG 使うのもなーっていう感じで、今は AK117 のアンスミス取ってます。なんかおすすめありますか？やっぱり結局それで僕は FHJ を拾ったりとかになっちゃうんですよね。で、3番さんが、これは、なんて言うんでしたっけ、この車。ガトリング付きの車を持ってきてくれて、みんなで移動しようと、プップ鳴らしてます。ね、この中盤で見せる協調性ですね。でもこれ3人乗りなんで、1人乗れないんですよね。で、2番さんが置いてかれてる形です。この3番さんのプップはついてこいって言ってるんですかね。どうやら上ら辺に敵がいるっぽい。ああ、2番さんがやってますね。ナイスですね。さあ、こっからどこに行こうかね。一応もうエアドロップは取って、物資は揃ってる状態なので、敵を倒しに行きたいところです。皆さんはどんな立ち回りをしますか？
僕は結構ある程度揃ったら敵をガンガン倒しに行きたいって思っちゃうんですけど、中にはね、やっぱりあんまり接敵せずに倒していきたいとかって思う方もいると思います。ここで敵いましたね。3別来た相手がいたので、ここはみんなで囲んで倒しました。じゃあジップに1人上がってきましたね。ここは、なんて言ったらいいやろうな。キャンプと発射基地とキルハウスの間ぐらいです。の真ん中のジップが連なってるところがあるじゃないですか。山のところ。そこにいます。ワンパイおるっぽいな。ジップに上がってきた人は逃げていきましたね。で、その下にまだ敵がいるっぽいです。僕は丘上からその下にいた敵を狙ってたんですけど、見失っちゃいました。すぐそこにおったんやけどな。見分けられましたね。ちょっと下に降りて見に行きます。今日いないね。いないんで、もう一回上に登って、おそらくね、タグを拾いに来るかと思うので、ちょっとここら辺で待機しますか。あ、ここでスタビライザーモッドが、お相手さん持ってたので、スタビライザーモッドの紫色を手にすることができました。いないですね。あ、ここでバイクかな？バイクがこっちに突っ込んできてます。下からになるので上りになるかな？来ましたね。で、降りました。で、僕には気づいてないっぽくて、ここで倒すことができました。で、今の方はソロスクやったんかな？それとも最後の一人やったんかな？ダウンすることなく、そのまま死んでいきました。あ、下にいますね。おっと、ここは違うとこから撃たれとるぞ。ここは倒していく。で、一人上がってきましたね。上がってきたところを、ジップ上がってきたんですけど、そこも倒していきます。さあ、現在は7キルしております。で、アーマー削れてたんで、アーマーも直して。やっぱメリック強いわ。強いっすわ。このアップグレードした時にね、回復時間が半分になっちゃうっていうのがめちゃくちゃ強いと思います。なかなかね、死なないっすもん。やっぱりそれで、なんだろう、接敵してる時にメリック耐えたりとかすると強いんですよね。なんで最近はメリックにハマってます。で、敵はもう全員倒したっぽくって、もういない。ああ、でも一応スノボのマークがありますね。で、こっちに向かってきてるっぽいけど、向かってきてますね。で、こっち来てたので、そのまま倒しました。なんかすごい慌ててましたね。多分蘇生したばっかりなんかな。蘇生したばっかですぐタグを取りに来ようとしてたところっぽかったです。そんなところをやってしまって申し訳ない。さあ、ここでアンチが来たので移動します。で、エアドロップも近くにあるんですけど、金アークか。金アーク入ってたんですけど、ちょっと今回は取らないでおきます。アンチは大体ダイナーあたりですかね。上に足跡がある。崖上に足跡があるので、ちょっとぐるっと回って見に行きますか。いないな。どこだ？ああ、いましたね。岩裏にいました。で、ここも倒していくことができました。
もうめちゃくちゃタクティカルスコープ2つぐらい持ってましたね。ひたすら漁ってたんですかね。で、味方が犬っころ出すんですけど、反応してないので、もうこの辺にはいなさそうですね。最終アンチかな？はダイナーの上のところ、ガソリンスタンドなんかな？この辺の場所になります。左からスノボの跡が、降りていってますね。スノボの人がダイナーら辺まで降りていきました。ちょっと警戒しつつ、上を取りたいので、ダイナーの他の上、なんて言ったらいいかな、ここ。伝わりますかね？上のダイナーの上のガスステーション、ガソリンスタンドとかの近くの丘の上にいます。ここからだったらね、ダイナーも見れるし、ガソリンスタンドも見れるっていう感じのポジションです。で、今4人ちゃんと全員集まってます。ちょっと反対側にもジップできるので、反対側見に行ってきますか。ジップで向こう側に行きます。でも残りはもう結構人は少なくなってて。あと、2人かな。で、アンチも来ると。上から見渡してるんですけど、いね。ああ、でもここで3番さんがスナイパーで抜かれましたね。で、ここで死んじゃって、蘇生はもうできなくなったっていう感じです。なんで残り5人ということで、僕らは3人います。2対3かと思ったら、おそらく1対1対3ですね。丘上で伏せつつ敵を探してるんですが、まあ相手さっき3番さんでスナイパーでやられたんで、あんまり立ってるとスナイパーで抜かれそうで怖いので、伏せながら策敵をします。やっぱここから見てもわかんないですね。どこにいるか。で、エアドロップがガソリンスタンドの前のとこに落ちてるので、アコを拾いに来た相手をちょっと狙いたいなという感じもありますね。煙はもう上がらなくなって。あ、いますね。エアドロップのとこいました。取りましたね。なんで、そこにクラスターボムを投げます。なおかつ、アンチも近いので、徐々に詰めながら降りていきます。あ、ここでまた4番さんがスナイパーで抜かれました。でも、核キルはまだ入ってないので、ちょっと急いで救助しに行きます。これで僕も抜かれちゃったらちょっとまずいんですけど、とりあえずすぐ蘇生します。メディックの蘇生時間が早すぎて、もう5秒ぐらいでパパッと蘇生することができました。で、蘇生したんですけど、もう一回撃たれちゃってね、4番さんここでまたダウンしちゃいました。で、もうアンチも来てて、助けようがなくなっちゃったっていう感じで、4番さん落ちましたね。で、残り2人ですね。2対2かな。それか1対1対2になるんですが、とりあえずボムを投げて、僕は今岩の裏に隠れて、ボムを投げます。あ、ここでボムが刺さりましたね。で、残り1人。ここで2チームですね。で、相手は、トリックスターっぽくて。トリックスターですね。残り1枚。で、今エアドロップ裏に隠れてるので、ボムを投げて、削ろうという、と思ったんですけど、出てきましたね。で、当てて、やることができました。GG ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また明日。じゃあねー。